スライドとビデオを組み合わせるとなんとなくこう雰囲気がよく分かってもらえるかなって思っているんですけどね。これはボスの絵なんですけどね、小さく細かく描かれていますよね。これ火が燃え盛っていて、でやっぱりちょっと不気味な感じはするんですけど、終末的なその世界というかそんな感じがします。これ見てですね、色使いとか描き方がブリューゲルに似てるなって思うでしょ。でブリューゲルはベルギーの、人なんですね。作品はそちらに残っています。でボスの絵っていうのはほとんどがマドリッドにあるんですよ。スペインにあるんですよ。でスペインと、ベルギーは相当離れていますよね。なんでそのベルギーの人の絵がですね、スペインの中に、スペインの王宮の中にあったのかっていうことが私すごく疑問だったんだけど、結局はね、これは当時、フランドルはオランダ と、ベルギーですね、あそこはスペインの植民地だったんですよ。ですから王様はスペインの王様が支配してたわけですね。でその中のフェリペ2世だったっけな、これがボスの絵を非常に気に入ったわけですよ。ですから彼にどんどん絵描かせて、自分のところにこう届けさせたという、そういうことがあって、ほとんどの絵がスペインにあるという、そういうことになっているんですね。で、これちょっと見てください。13世紀頃の植物図鑑の一部、これはまあ、銅版か木版かどっちかなんですけども、13世紀頃の図鑑はですね、このように書かれている。左より、マンドラゴコーラソウ、ゴーラソウかな、という草なんですって。それからカマスソウ、マムシソウとかって、この一時それぞれまあ名前が付けられた草の図鑑だっていうんですね。で産地とか採集時期、調合、効能など、まあ、薬に使われたんでしょうね。そういうことが書かれているというふうになっているんですけど、これなんかね、この草の下にね、人がいてですね、で紐で縛られて犬っころがいるんですね。これ根っこのところにね、魚がいるんですよ。そこから根、ね、が生えていますね。これはちょっと大きな分からないね、動物だか何かよく分からないものがこの草の下にいると、そんな感じの絵なんですね。これ図鑑なんですよ。なんだろうと思いますね。これは14世紀頃の薬草図鑑です。この一部なんですね。これ見たときには草の特徴、ちょっと尖ってるとかですね、種類の葉っぱの付き方なんていうのが書いてあってね、根がどうなってるか書いてありますよね。ということは13世紀から14世紀に変わってきた頃に、実は根がこう変にくっついている動物、植物というか動物と植物が一体になっているような概念、考え方みたいなものがだんだん薄れていって、現在私たちが考えているような植物は植物だよという一つの分類という世界に収まってきているんですよ。ところがまだ13世紀頃っていうのは植物も動物も、冬虫夏草とかあったんでしたっけ、中国にね、夏草冬虫とか何度かわけのわからんものがありますよね。ああいう世界なんですよ。真面目にですね、動物植物は混然としたものなんだっていうような考え方があったらしいんですよ。それがまだ13世紀あたりの中世の人間の精神だったらしいんですね。ということはこうやって描かれているボスの世界観というか、イメージっていうものはとんでもなくおかしなものとして描いたものじゃなくて、当時の人々の意識の中で動物、植物、あるいは夢と現実、それが区別されないでいるような、そういう生活の状態の中から描かれたものって考えることができるんですよ。特殊なことをボスがね、作り出したイメージ世界とかいうものも、もちろんあるんですけれども、それだけじゃなくて中世の人々の精神行動というかイメージ世界というものが、実はこういう部分が相当ね、もともと持ってるんだっていうことを少し理解しておいた方がいいのかなって思います。現在の私たちから考えるイメージ世界というものとちょっと違う世界が当時はあったんだろうと思いますね。それでですね、